すぎてるから。よろしいですか。はい、これより会議を開きます。内閣提出参議院送付絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案及び特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。この際お諮りいたします。両案審査のため本日政府参考人として総務省大臣官房審議官黒田文一郎君、厚生労働省大臣官房審議官高島泉君、厚生労働省大臣官房審議官平山義信君、水産庁資源管理部長須藤徳幸君、水産庁増殖推進部長香川健司君、環境省大臣官房審議官星野和明君、環境省自然環境局長伊藤哲夫君の出席を求め説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので順次これを許します。北川智和君。北川君。おはようございます。自民党の北川智和でございます。6月に入りまして、全国各地で、環境関連の行事が行われておりますが、まあ、その中で、今日は自然に関する二法案について、まあ、自民党を代表して質問をさせていただく機会をいただきました。皆さんに感謝をすると同時に石原大臣はじめ、政府の関係者の皆様方にもよろしくお願いを申し上げる次第であります。さて、今回のこの野生生物に関連する入法案でありますが、我が国における絶滅危惧種の生態系、絶滅危惧種や生態系の保全が今後一層促進され、地球規模の生物多様性の保全に対しても日本として責任を果たしていく点についても非常に重要な改正であると思っております。またこの自然環境でありますが、我々人為的にと言われている気候変動、温暖化、さまざまな課題が山積をしております。地球という生命体の上で生きる我々人間、またあらゆる動植物、こういうものに対してそれぞれが理解をしていくことが必要であると思っておりますし、まあ、そういう点においては、まあ、知恵といいますか意思を持つ我々人類、人の役割の重要性と同時に責任の重さも感じるところであります。ただだからといって私は過ぎたるは及ばざるが落としという言葉がありますが、何でもかんでもこう人類といいますか人間が関与していっていいものかどうか、こういう点もあると思います。そういう中でこの自然に対する我々日本国民だけではなくて人類が責任を果たす一つの大きなテーマがこの二つの法案であるという思いであります。まあ、そういう認識の中からも質問を進めていきたいと思っております。まず先般これは参議院選挙ということで参議院で審議をされました。その中で水産庁と環境庁がこれまで合意をされてこられた平成4年の絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律案に関する覚書というものがありまして、まあ、参議院での審議でもこの覚書指定の障害になっているのではないかという指摘もありまして、環境庁、当時の環境庁であります、環境省の方はもうこの指定というものは取り除かれているという確認をされたと思うんですが、水産庁にも今日は来ていただいておりまして、環境庁と水産庁との覚書でありますので、水産庁としての立場からもこの確認をしておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。水産庁香川増殖推進部長。過去におきましては法律の制定時に、省庁間で覚書を交わす習慣が慣習がございましたが、
こうした私どもとしてはこうした覚書に法的拘束力はないものというふうに認識をいたしております。国内希少生物野生生物種の指定につきましては十分な科学的情報に基づきまして個々の市の状況に応じて関係省庁間で個別に協議され判断されるものというふうに認識をしております。水産庁といたしましては持続的に利用すべき漁業対象数につきましては捕獲や販売が原則禁止される国内野生希少野生生物種に指定されることのないようしっかりと資源の保存管理に取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上、北川君。ありがとうございます。一部の方々から、これがあるから水産関係といいますかそれに関しての指定が遅れているという指摘もありましたので、まずこの点を確認をさせていただいた次第であります。それでは続きまして、国内希少野生動植物の指定についてでありますが、環境省として2020年までに新たに300種、国内希少野生動植物種を指定する意向と伺っております。このような目標が示されたことは大変いいことだと思っておりますが、300種追加されたらからといってそれで十分という話ではないと考えておりまして、環境省のレッドリストには最も絶滅の恐れの高い 1A 類に693種が選定されているわけであります。これらはすべて国内希少野生動植物に指定すべきではないかと思うんですが、この点についていかがでしょうか。伊藤自然環境局長。環境省が作成しておりますレッドリストは全国を対象に専門家が科学的情報をもとに絶滅の恐れのある種とその絶滅の恐れのある度合いを大まかに把握し取りまとめたものであり、普及啓発や野生生物保全のための基礎資料として活用されております。一方、種の保存法に基づく国内希少野生動植物はレッドリスト掲載種のうち捕獲等の規制を講じなければ保全が図られないものについて詳細な追加調査を行った上で指定しているものでございます。で、 1A 類につきましては絶滅危惧種の中で最も絶滅の危険性が高いランクでございますので、当然種の指定の検討対象としてまいりたいというふうに思っておりますが、レッドリストの見直しにより指定外があるといった変化もございますことから、一概に現在の 1A 類だからといってすべてを指定するとということもまでは言えないというふうに考えております。しかし2020年以降も科学的知見を踏まえながら2030年までにさらに300種を追加すると、こういったことを目指して必要な指定を進めてまいりたいというふうに考えております。以上、北川君。ありがとうございます。今後しっかりとした対応をお願いをしておきたいと思います。続きまして、今回の改正法案では国際希少野生動植物種の登録制度についていくつかの改正が提案をされておられます。このうち生きている個体から剥製に加工した場合など個体の性状が大きく変化した場合に取引にあたって変更登録が必要になる制度としたことは、登録表と個体などがいついつい対応の確保に向けた改善点であると理解をいたしております。しかしながら登録表につきましては生きた個体が死んでしまっても適切に返納されず違法に輸入された別の個体に流用される可能性があるという問題があると思います。所有者に登録表の返納を義務付けるだけではなくて生きている個体についてはそれぞれ種の寿命を勘案して登録表に期限を設けるべきではないかと考えておりますが、この点について環境省どのようにお考えでありましょうか。伊藤局長。登録表に期限を設けることにつきましてはワシントン条約の趣旨に照らして、生きた個体とそれ以外とで差異を設けることが妥当なのかどうかなど、十分な検討が必要と認識しておりますが、ご指摘の登録表をこの流用防止するといったこともですね、極めて重要なことであると認識しております。従いましてご提案の手法が可能かを初めてとしてですね、適切な登録制度をしっかり今後も検討してまいりたいというふうに考えております。北川君。ぜひお願いをしたいと思います。本来であれば登録表の不適切な利用に対しては個体を個別に識別する処置を取ることが最も有効と考えておりますけれども、
まあ、例えば動物の保護の中でもマイクロチップの話がよく出てまいります。このマイクロチップを使用できる種については、その装着を義務付けて個体識別を徹底すべきではないかと考えておるんでありますが、環境省の見解をお伺いをしたいと思います。伊藤局長。マイクロチップの装着を義務付けることにつきましても、まあ、生きている個体とそれ以外とで差異を設けることが妥当か、また、まあ、生きている個体でも技術的に装着が困難な種と差異を設けられるかといった点などについて、まあ、十分な検討が必要であるとは考えておりますが、流通管理にあたって、個体識別が非常に有効な手段であるということは我々も十分認識しております。したがいまして、ご指摘の趣旨も踏まえまして、マイクロチップ等の個体識別措置について、はしっかりと検討してまいりたいと、こういうふうに考えております。委員長。北川君。そのマイクロチップについてで、ありますが、具体的に、実際にこう使われているところというので、海外からこの輸入をされているアジアアロワナの多くにはマイクロチップが装着をされていると聞き及んでおりますが、まあ、アロワナの生産国では、まあ、生産国というのはちょっとこの表現語弊があるかも分かりませんが、まあ、このアロワナを有しておられて、それを輸出をされる、まあ、こういう国々においてどのような事情でマイクロチップの装着が実施をされているのか、まあ、その理由をお伺いをしたいのと同時に、そのような既存のものを国内で流通管理に今後活用することは考えられるのかどうか、この点について環境省のご意向をお願いします。伊藤局長。ワシントン条約事務局では、まあ、アロワナにつきまして個体を商業的に生産している施設からの出荷にあたりまして、マイクロチップを装着するということを奨励をしていると、こういうことでございます。このため輸出国では生産事業者にマイクロチップの装着を指導していると、こういうふうに聞いております。ただし現状では輸出国政府からの輸出にあたって個体ごとの、まあ、つけてはいるんですけど、個体ごとの番号管理は行われていないということで、我が国への情報提供もなされていないと、この個体がどういうふうなものが入っているかといったことの情報提供も今なされていないということでございます。このため、まあ、輸出国内でどういうような管理をしているのかということも含めましてですね、よく情報を収集し、さらに輸出国政府ともよく意見交換をしながらですね、国内の流通管理にこのような既存の取り組みをどのように活用できるのか、こういったことについてですね、検討してまいりたいというふうに考えている次第でございます。以上。北川君。まあ、今の答えでですね、まあ、伺い知るのは現状としてこの登録表の期限制、またマイクロチップの導入をすぐに行える状況ではないということだと思いますが、制度として導入する際にはですね、やはり実際にこう管理運用が可能でなくてはならないと思いますし、それが大前提であろうと思います。まあ、その中で3年後の見直し規定も盛り込まれているわけでありますから、今後しっかり検討を進めていただきたいと思いますし、海外からこのようにマイクロチップが、まあ、当該国の事情もあるんでしょうけれども、その点もきちっと精査をしてですね、今後この導入にあたってしっかりと検討していっていただきたいなという思いでありますので、よろしくお願いをいたします。それではですね、次にこのもう一方の法案であります種の保存法と同時に外来生物種の問題がありますが、今後この希少野生動植物の交雑個体が問題になっております。種の保存法ではこの希少の対象となっていないところでありますが、規制対象の個体であるのに交雑個体であると偽って
法規制から逃れようとする事案もあると聞いております。このような問題にどのように対応し、また今後対応していこうと考えているのか、今回の法改正の中で随分罰則罰金等も引き上げられているわけでありますが、この点について環境省のご意向というか意見をお伺いできればと思います。伊藤局長。先般種の保存法の規制対象でありますシャヌワニの剥製、これが違法に譲り渡しをされたということで検挙された事例がございます。でこの事例におきまして、裁判におきましてですね、被告側がそれはそのことはシャムワニそのものではなく交雑個体であると。で交雑個体はワシントン条約でも規制の対象となっていないということでですね、さらに、この種の保存法の対象にも当然なっていないということで、無罪だと、こういうふうな主張で争われた裁判がございました。でこの裁判では環境省からですね、捜査当局にいたしまして、この判別のマニュアル、あるいは専門家に関する情報提供を行い、いろんな協力をしてまいりました。そういったこともあってたと思いますけれども、一審におきましては、去る4月18日に、東京地裁において、有罪判決が言い渡されたということで、法規制から逃れようとすることは一応、この事案については一審においては阻止しているという状況でございます。なお本件は控訴中であると聞いておりますが、我々としても必要があればさらなる情報提供等を関係機関に行ってまいりたいと、こういうふうに考えています。また今後も環境省としましては、虚偽による法規制の逃れが行われないように識別マニュアルの充実でありますとか、あるいは主要な輸出国の担当当局との連携体制の構築、すぐに問い合わせてすぐ答えが返ってくるようなですね、そういった体制もぜひ構築していきたいというふうに考えておりますし、各種学会、基本的には専門家の先生方にこう聞くということが、最も的確な判断ができるということでございますので、各種学会との連携体制の強化ということを図ってまいりたいと、さらには捜査当局ともですね、積極的に協力してまいりたいと、こういうふうに考えている次第でございます。委員長、北川君。ありがとうございます。前回でしたかね、この委員会でも指摘があったと思いますが、確か篠原委員官の質疑の中で、我が国の法体系が性善説の上にこう成り立ってきている中で、社会も随分変化をしてまいりまして、それぞれの価値観の下で、その性善説の法体系で対応するのではもう難しくなってきているので、性悪説に立っての対応が必要ではないかというような意見もありました。そういう中で、環境省としても大変でしょうけれども、こういう点についてしっかり対応をしていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。それではこの2法案、今回改正でありますが、いずれにいたしましても改正をしていくにあたって、先ほど来からマイクロチップの話もありました。予算や人員等も必要になってくるわけでありまして、こういう点について今後大幅な指定種の増加や3年後の見直しに向けた検討など、法改正後も課題が多く残っていると考えておるわけでありまして、外来生物法に関しましても、今般輸入品に対して、特定外来生物の検査等の制度を創設されるわけでありますが、実際に水際で防ぐ体制面、またこれまでの体制予算では非常に心もとないような感じを受けるわけでありまして、今後この絶滅危惧種や生態系の保全に日本として責任を果たしていかなければならないわけでありまして、生物多様性の分野のより一層の進展を図るためには、野生生物に関連する体制と予算の充実が不可欠であると考えるわけでありまして、参議院での議論も含めて、両法案の質疑に対し環境省から今後の取り組みと答弁をいただいたわけでありますが、これらも踏まえまして、改めて大臣に両法律に関する取り組みに対する決意、また
今後の予算、そして人員等についての決意をお伺いをできればと思いますので、よろしくお願いいたします。石原環境大臣。ただいま北川委員と政府委員のやり取りを聞かせていただきまして、まさに委員ご指摘のとおり、その生物の多様性を守るってことは、この地球の長い歴史の中で時間をかけて育まれてきたこの動植物かけがえのない命のつながりをこれからも次の世代にしっかりと維持していこうということが、非常に私もなるほどなと理解をさせていただいたところでございます。またこれによって私たちが暮らす食料とか水とか、その安定した気候っていうものをもたらす、実はこの種の保存というものが基盤にあるんじゃないかと認識をしているところでございます。そしてまた委員のご指摘のとおり、この種の保存法に基づくその種の指定の推進の件も含めて、これから両法律案の改正に伴い取り組むべき課題というのは次から次へと出てきますし、マイクロチップのお話をされておりましたけれども、その予算面ですね、あるいは人員面で効率的で効果的な法の執行に資する体制をですね、しっかりと作っていかなければならない、こんなことを強く思わせていただいたところでございます。北川君。ありがとうございました。いずれにしても石原大臣、先頭に立って、皆さん方、政府の皆さん方も協力をしていただきたいと思います。以上で質問を終わります。ありがとうございました。